はい、皆さんこんにちは。本日紹介するのはこちら、サンワサプライのマルチメディアヘッドセット、MMHS521 ブラックですね。はい、本日はこちらを紹介していこうと思います。これはちょっと2年前に購入してて、ちょっと忘れてて、まあ前の動画でね、あのソニーのコンデンサーマイクとかデスク式アームスタンドとかポップガードとか買い揃えてしまったんですけども、まあこれはこれでね、スカイプとかそういったものに使っていこうかなと思います。まあ音質が良ければ、実況動画とかでもね、重宝すると思いますんで使用していこうと思います。じゃあ早速こちらの方開封していきます。はい、こちらの斬鉄剣でね、テープを切っていこうと思います。ピリよいしょ。はい、オッケー、よいしょ。じゃあね、合ってる？合ってるのか？ほんまか？ほんまか？なんか引っかかっとるぞ。あ、ちぎれる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 。違う、これ鉄からだ、これ。危ねえ危ねえ。はい、おいや、ややこ。はい、よいしょ。あ、張り付いとる。よいしょ、よっしゃい。はい、まずこれがヘッドホンの方ですね。はい、本体です。で、これもなんか張り付いとるね、これ。よいしょ。なんや、もうややこしいな、これ。めんどくせえな、これ。よいしょ。えい、えい。はい、これがマイクですね。はい。うわ。うわ、ちょっと見てくださいよ、これ。ちょっと負傷した。負傷した。痛いよ。痛いよ。はい、もうそういうのは置いといてね。はい、紹介していきましょう。まずね、こちらが本体ですね。はい、まずこちらの方を詳しく見ていきますと、あ、ちゃんと長さ調節がついてますね。はい、こちら、はい、だいたい大きい頭の方でも小さい頭の方でも合うような形になってます。で、イヤーパッド、今もうなんかこういう方向で向いてますけれども、うん、ちゃんと耳に当てれるようにこう回転するようになってますね。まあ、しまう時はこうやってフラットな状態にしてしまったら、カバンとかにもしまえれるんじゃないかなと思います。結構いい作りになってますね。で、これの、ヘッドホンの特徴的なところなんですけれども、こちらですね、マイク付属してるんですが、まあ付属してるっていうことは、もうこれ脱着式になってるんですよ。はい、ヘッドホンのこちらの部分に、こちらのジャックをペコってはめる。これだけですね。はい、これでマイク、ヘッドセットとして使えるっていうことです。で、もちろんね、これフレキシブルになってるんで、これマイクの位置をこうやって自由に変えることが可能になってますね。すごく便利ですね、これは。はい、もうね、早速ね、こちらの方のマイクの音声テストの方をしていこうかなと思います。はい、それでは行ってみましょう。ただいまサンワサプライマルチメディアヘッドセット MMHS521 の音質テストを行ってます。いかがでしょうか。ではね、
破裂音の方を言ってみます。パ、ピ、プ、ペ、ポ、いかがだったでしょうか。ただいまソニーのエレクトレットコンデンサーマイクロフォン ECM-PCV80U で、音質テストを行ってます。どうでしょうか。では、破裂音の方行ってみます。パ、ピ、プ、ペ、ポ、いかがだったでしょうか。ノイズの方入ってますかね。はい、いかがだったでしょうか。ですね、使ってみた感想ですけれども、つけた感じなんですけども、まあこの締め付けね、傷すぎず緩すぎずっていう感じで、まあ長時間つけてでも疲れないんじゃないかなと思います。マイクの感度なんですけれども、感度が結構いいはいいんですよ。でもやっぱりあのソニーのコンデンサーマイクと比べたらなんかやっぱりチェチさが出てきますね。まあ録音を何回かやったんですけれども、まあ最初の方ですね、ちょっとあの息ですね、サンワサプライという作業を言うだけでもちょっとあの息によるポップノイズがボワ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 入ってしまって、まあちょっとこちらの方に関してはあの工夫が必要かなっていう感じがしました。まあね、その評価としたら、まあ5段階中 3.5 ぐらいですかね。まあマイクの感度がすごくいいんですけれども、もうちょっと低音が出てくれれば、ちょっとシャリシャリ音がするようなね、感じがします。で、あとはこちら、あのポップガードみたいなスポンジとかですね、マイクの方についておれば、まあほぼほぼ4点以上つけれるんじゃないかなっていう、ヘッドセットだと思います。はい。値段の方はね、今現在 Amazon では現在1700円になってたと思います。まああの興味のある方はね、一度試してみてはいかがでしょうか。それではね、今日はサンワサプライの、ヘッドセットですね、MM-HS521 ブラックの紹介でした。それでは皆さん、また